メトロカードは、メトロポリタントランスポーテーションオーソリティが発売する、磁気ストライプ式、プリペイドカードである。ニューヨーク市地下鉄をはじめパストレインや、スタテンアイランド鉄道、エアトレイン JFK、ルーズベルトアイランドトラムウェイといった鉄道から、BE ヒクラインバスやハドソンレールリンク、またリージョナルバスオペレーションズ、ナッソーインターマイナスカウンティエクスプレスといったバスで、使用することができる。 このカードはかつてニューヨーク市地下鉄で使われていたトークンの回収を行う負担をなくすために1992年に導入された。このカードが導入された後、または2003年5月3日に地下鉄で2003年12月31日にバスでトークンでの運賃支払いを廃止した。メトロカードの自動券売機はキュービックトランスポーテーションシステムズ株式会社が 製造している。現在のメトロカードは2022年より段階的に廃止される予定である。それ以降はスマートフォンやまたが新たに発売する非接触型のカードを改札機などにかざすことで運賃の支払いを行うことになる。また内での磁気ストライプ式プリペイドカードによる運賃の支払いは1983年に提案されている。その後、 当時のまた会長のリチャード・ラビッチにより、プリペイドカードの導入は最優先事項とされ、トークンでの運賃支払いは廃止されることとなった。この計画は多くの市民にも支持されていた。1984年、ラビッチ会長の後を継いだボブ・カイリーは、今後4年間で新しい運賃支払いシステムを構築しようとしていると述べた。しかし、 官僚的な行動や考えの不一致などから開発の進展を遅らせていた。1990年3月、また理事会は磁気カードによる運賃支払いシステムへの資金調達の可否を問う投票を行った。その3ヶ月後、ニューヨーク市議会はまたがこの計画を進めることを承認した。1991年までに、 トークンによる運賃の支払いにはもう限界が見えており、ほとんどの他の公共交通機関ではトークンよりも、はるかに安価である、時期カードによる運賃の支払いが主流となっていた。1991年7月、また理事会は、時期カードシステムの導入を承認した。またはこの新しい運賃支払いシステムの提供と、運営を行う会社を決める入札を開始し、 キュービックトランスポートシステムズが最低入札価格を1億ドルとして入札した。1992年10月30日、新しい時期カードの自動券売機の設置が開始された。この時期カードは1993年4月までにメトロカードという名前が付けられた。当時、または年末までにメトロカードに対応した回転式改札機を駅に設置し、 1995年後半には、バス車両にもメトロカードの運賃支払い機器を設置する、こととしていた。1993年6月1日、または、地下鉄とバスシステム全体でのテストとして、メトロカードを配布した。1994年1月6日、ニューヨーク市地下鉄 IRT レキシントンアベニュー線、ウォールストリート駅と BMT ブロードウェイ線、ホワイトホールストリート、 マイナスサウスフェリー駅にメトロカード対応の回転式改札機が設置された。1997年以前のメトロカードのデザインは青色で黄色でメトロカードと書かれていた。この青いカードは現在コレクターアイテムとなっている。1997年7月4日、メトロカードを使用することにより地下鉄とバスの間を無料で乗り換えることができるようになった。また、 メトロカードのデザインが現在の金色に青色でメトロカードと書かれたものに変更されている。1998年1月1日より15ドル以上のメトロカードを購入した場合、購入金額の10%がボーナスとして残高に加算されるようになった。また、6月後の7月4日より7日間か30日間乗り放題になるカードが それぞれ17ドルと63ドルで販売が開始された。また、地下鉄と確定バスの他急行バスにも30日間乗り放題となるカードも120ドルで販売が開始された。1999年1月1日には1日乗り放題となる1日ファンパスが4ドルで販売を開始した。2003年4月13日、トークンは販売を終了した。 2003年5月4日から、バスを除きトークンでの運賃の支払いはできなくなり、以下の運賃の値上げが行われた。2005年2月27日、再び以下のように値上げが行われた。2008年3月2日、また以下の通り値上げが行われた。2009年6月28日、またもや値上げが行われた。2010年12月30日、 残高のボーナス加算は10ドルごとに7%となり1日、ファンパスと14日間乗り放題、メトロカードは販売を終了した。さらに、以下の値上げが行われた。2012年に、またはメトロカードの表面に広告を載せることを許可した。なお、利面は1995年以降広告を載せられるようになっていた。これにより、広告主は、 カード表面からまたのロゴを消すことが可能となった。2012年10月にハリケーンサンディがニューヨークを襲い地下鉄システムの一部も浸水などの被害を受けた。この結果普通となる区間も出たためメトロカードを使用し、バスと地下鉄の間で3回無料振り替え輸送が行われた。最初はフラットブッシュアベニュー、ブルックリンカレッジ駅において、またバス9 2 2系統。 9 3 5系統と地下鉄2系統、5系統の間で行われた。2番目は、ロッカウェイアベニュー駅において、またバス9 2 2系統、9 5 2リミテッドもしくは、9 5 3リミテッドと地下鉄 A 系統の間で行われた。最後は、任意の地下鉄駅から、またバス9 2 2系統もしくは、9 1 3系統に乗り継ぎ、さらに3時間以内に、 ナッソーインターマイナスカウンティエクスプレスの N31 系統、N32 系統、N33 系統に乗り継いだ場合に無料での乗り継ぎが適用された。2012年12月19日以下の通り値上げが行われた。2013年2月20日から乗客は乗り放題、メトロカードとペーパーライドメトロカードを1枚にまとめることができるようになった。このため、 カードに乗り放題と残高の両方が入っている場合は先に乗り放題の方から使用され乗り放題の期間が切れると通常の残高から運賃が引き落とされる2013年3月3日廃棄されるメトロカードの数を減らすために新しいメトロカードを購入する場合に1ドルの手数料がかかるようになった2015年3月22日以下の通り値上げが行われた 2017年3月19日以下の通り値上げが行われた。2017年10月23日またはメトロカードを段階的に廃止し、Apple Pay や Google Wallet 近距離無線通信可能な非接触型クレジットカード、フィド搭載カードといったもので運賃支払いを行うようにすると発表した。10月23日の発表では2020年までに 500の地下鉄改札口と600のバス車両をこのシステムに対応させ2020年内に新しい運賃支払いシステムを開始することとしているがメトロカード自体は2023年まで残される予定であるしかしこのシステムの導入に対しては新しい改札機がハッキングされる可能性があるクレジットカードと電話情報が 盗難に対して脆弱になる可能性が高いといった批判も起きている。2018年中頃、ニューヨーク市は貧困線を下回る住民約80万人に対してメトロカードを半額で提供するプログラムを開始することに暫定的に同意した。このプログラムは2019年1月に開始され、ニューヨーク市は2019年度に半額のメトロカードを 最低6ヶ月間助成するために1億600万ドルの費用を割り当てた。プログラムが実施されるかどうかについては不透明であったが2019年1月4日から運用が開始された。当初半額メトロカードは3万人に配布されたが2019年4月にはさらに13万9000人の補助的栄養支援プログラムを受けたニューヨーカーにも半額メトロカードが配布される。 ただし、改定後の計画では当初予定されていた80万人の住民のうち、ほんの一部のみが割引運賃の対象となる。2019年4月21日以下の通り値上げが行われた。シングルライド券はトークンを置き換えるために導入された、いわゆる片道切符で、表面に時期体が、裏面に購入日時が刻印されている。この券は乗車距離にかかわらず、 一律3ドルとなっており、地下鉄もしくはバスに一回乗車することができる。降車時にバス運転手に乗り継ぎの意思を伝えることにより、一度だけ別のバスに乗り換えることができる。なお、地下鉄とバスの間での乗り継ぎはできず、セレクトバスサービスに乗車した場合は、どのバス路線へも乗り継ぎできない。シングルライド券は地下鉄駅に通常設置されている。 メトロカード自動販売機で購入することができ、購入後2時間で有効期限が切れる。なお、駅の窓口などでは購入することができない。このような制約のためシングルライド券は頻繁に使用されることはなく、2009年には地下鉄の乗客のうちシングルライド券を使用しているのはわずか3%であった。なお、このシングルライド券はパスでは使用することができない。ただし、 パスシングルライド券をパスの駅で2.75ドルで購入することができる。なお、このシングルライド券も購入後2時間で有効期限が切れる。ペーパーライトメトロカードはメトロカード自動券売機もしくは駅窓口で購入でき5.5ドルから80ドルの間の任意の金額分を購入することができる。5.5ドル以上の購入。 もしくは残高追加を行った場合はその金額の5%が残高に加算されていたが2019年現在、そのシステムは廃止されている。残高を追加する場合は、駅窓口もしくはメトロカード自動券売機へ行き、窓口では1 0と刻み、自動券売機は5 0と刻みで追加することができる。また、7日間か30日間乗り放題とすることもできる。 この際もすでに入金済みの残高は残されており、乗り放題の有効期限が切れ次第残高から、運賃が落とされる。ペーパーライトメトロカードは、ニューヨーク市地下鉄、また急行、確定、リミテッド、セレクトバス、スタテンアイランド鉄道、スタテンアイランド急行バス、ナッソーインターマイナスカウンティエクスプレス、パス、エアトレイン JFK、ルーズベルトアイランドトラムウェイ、 BE-LINE バスなどで使用することができる。ただし、パスに限りメトロカードでの割引運賃は適用されない。ペーパーライドメトロカードは、どの交通機関を使用したかによって、運賃を差し引いている。地下鉄、スタテンアイランド鉄道、ルーズベルトアイランドトラムウェイ、確定、リミテッド、セレクトバスに乗車する場合は2.75ドルが引かれ、一度目の乗り継ぎが無料で、 一部の乗り継ぎに限り二度目の乗り継ぎも無料となる。パスに乗車する場合も引かれる運賃は2.75ドルであるが無料での乗り継ぎは行えない。また急行バスもしくはアカデミー急行バスに乗車する場合は地下鉄、スタテンアイランド鉄道、急行バス以外のまたバス路線への乗り継ぎが可能で6.5ドルが引かれる。b e l i n b x m c 系統に 乗車する場合は7.5ドルが引かれる。エアトレイン JFK は、ジャマイカ駅もしくはハワードビーチ駅から、ジョンカイケネディ国際空港内に入る場合は5ドルの、運賃が引かれる。無料乗り継ぎは、以下のように最初に入場してから2時間以内に、行うことができる。ペーパーライドメトロカードは1年で有効期限が、切れるが、有効期限が切れてから1年以内であれば。 駅窓口の駅員に申し出るか自動券売機にカードを差し込むことにより新しいメトロカードに有効、期限切れのカードの残高を引き継ぐことができる。このほか、期限が切れてから1年以上2年未満のカードは、またに郵送することで、新しいカードに期限切れのカードの残高を引き継ぐことができる。EGPEX プレスメトロカードは、ペーバーライドメトロカードや、乗り放題、 メトロカードと同じように機能するが、カードにリンクしている、クレジットカードやデビットカードから自動的に残高が追加される。このカードは、購入時に、残高が30ドルのものと残高121ドルで30日間乗り放題がつくものの2つを選ぶことができる。残高が20ドルを下回ると、クレジットカードやデビットカードから自動的に45ドルが残高に追加される。 乗車する際は、通常通り、ペーパーライドメトロカード及び、乗り放題、メトロカードのルールが適用される。なお、急行バス及びパスではこのカードは使用できない。エアトレイン JFK 割引メトロカードは、特別にマークされた自動券売機でのみ購入することができ、料金は25ドルで、初乗車から1年間エアトレイン JFK に十0回、乗車することができる。 エアトレイン JFK の基本運賃は5ドルであるための割引となっている。なお、このカードも通常通り残高を追加することができ、追加した後は、ペーパーライドメトロカードとなる。ただし、エアトレイン JFK は、ペーパーライドメトロカードで乗車した場合割引は、適用されず5ドルの運賃が引かれる。また、40ドルで30日間エアトレイン JFK に、 乗り放題のメトロカードも発売されている。乗り放題、メトロカードはその名の通り所定の期間中乗り放題となるカードで2017年現在以下の4種類が発売されている。乗り放題カードは駅の改札機を通った際やバスに乗車した際、18分間同じ改札機、バスで利用できない。また、新しく乗り放題のカードを買わなくても、 ペーパーライドメトロカードに7日間もしくは30日間乗り放題の効果をつけることができ、その反対に乗り放題カードに残高を追加することもできる。このように残高と乗り放題が同時に1枚のカードに入っている場合、乗り放題が適用されない場合を除き、残高より先に乗り放題が使用される。また、 7日間乗り放題急行バスプラスカードを使用した場合のみ急行バスにも乗り放題となる。ただし、この乗り放題カードは、パスやエアトレイン JFK といった、またが営業していない、交通機関では使用することができない。自動販売機から、クレジットカード、デビットカード、または ATM カードを使用して購入した30日間乗り、放題カードもしくは7日間乗り放題。 急行バスプラスカードを盗難、紛失した場合は、所定の電話番号に電話をし、手続きをすることによって、未使用分の代金が返金される。ただし、カードの再発行はなされないため買い直す必要がある。7日間30日間乗り放題カードは、ニューヨーク市地下鉄、スタテンアイランド鉄道、急行バスを除くまたバス、ナッソーインターマイナスカウンティエクスプレス。 b e l ラインバス、ルーズベルトアイランドトラムウェイで利用することができる。7日間乗り放題休校バスプラスカードは上記に、加えてアカデミーバスとまたバスの休校バスにも乗車することができる。学生用メトロカードは、所定の範囲内に在住するニューヨーク市内の公立、私立学校に通学する生徒に発行される。自宅と学校までの移動距離に応じて、 ニューヨーク市バスやニューヨーク市地下鉄に無料あるいは割引料金で乗車できる。このカードはニューヨーク市教育局によって管理されている。教育局は学生に対して異なる色のカードを発行している。グレード K から6の学生にはオレンジ色のカードが発行されており、運賃全額を支払っている。緑色のカードはグレード7から12の学生には運賃全額。 グレード K から12の学生には、運賃半額として発行されている。運賃全額を支払うカードは、地下鉄、急行バスを除くまたバス、スタテンアイランド鉄道で利用することが可能で、運賃半額を支払うカードは急行バスを除く、バスでのみ利用することができる。また、青と紫色のカードは、那須総軍の学生に発行され、 ナッソーインターマイナスカウンティエクスプレスでのみ、利用することができる。学生用メトロカードの発行には、以下のルールがある。高齢者割引メトロカードニューヨーク市警察と、ニューヨーク市消防局の緊急用メトロカード高齢者、割引メトロカードは、マンハッタンクサンストーンストリートのまた、カスタマーサービスオフィスで、身分証明書と、年齢証明書。 その他必要な書類を提出して申請書を書くと発行されカードには ID と本人の写真が載せられる。このメトロカードを使用するとまたが運営するすべての交通機関とラッシュ時以外の急行バスにおいて運賃が半額となる。また、このメトロカードにも7日間30日間乗り放題を追加することができる。オートゲートカードは運動障害のある乗客に 発行され、駅の改札口において車椅子用の改札口を通過することができる。また、高齢者、障害者割引カードのどちらも e g p エクスプレスとの結びつけが可能である。なお、このカードでパスに乗ることはできず、ニューヨーク市内行きのロングアイランド鉄道及び午前中のメトロノース鉄道でも利用することはできない。このカードは、 新しいカードに交換を行う際に3ヶ月もの期間がかかったため苦情が頻発していた。緊急メトロカードは勤務中の警察官、消防士、救急医療従事者が緊急時に地下鉄駅にスムーズにアクセスできるようにするカードである。運賃は全てメトロカードもしくは現金で支払う必要がある。なお、メトロカード対応バスでは現金での支払いは行えない。 基本運賃以下の表の料金表記はすべてアメリカドルである。乗り放題、メトロカード料金以下の表の料金表記はすべてアメリカドルである。なお、メトロカードを新規購入する場合は、以下の料金に加えて、手数料として1ドルが加算される。メトロカードを利用した乗客はバスから地下鉄、確定バスと確定バス、地下鉄から、 確定バスへの乗り継ぎは1回無料で行うことができる。なお、確定バスから急行バスへ乗り継ぐ場合追加運賃3.75ドルがペーパーライドメトロカードから引き落とされる。運賃の支払いを現金で行う場合は、降車時に運転手に乗り継ぐ旨を伝えることにより、所定の確定バスと確定バスを乗り継ぐ場合のみ無料となる。 全ての乗り継ぎは2時間以内で行う必要がある。BXM4C 系統のバスは、どの交通機関からも乗り継ぎを行えない。また、パスも、どの交通機関とも乗り継ぎを行えない。シングルライド券は、バスとバスの間での乗り継ぎが可能であるが、地下鉄とバスの間での乗り継ぎは、不可能である。乗り継ぎ制限乗り継ぎには、以下のように制限がある。地下鉄、 ペーパーライドミトロカードを使用して、地下鉄に乗車する場合、改札外の理解を行うことはできない。ただし、IRT レキシントンアベニュー線、BMT ブロードウェイ線レキシントンアベニュー、59丁目駅と63丁目線レキシントンアベニューマイナス63丁目駅の間のみ改札外の理解となるが、別料金はかからない。また、2011年までは、 IND クイーンズブルバード線23丁目、エリーアベニュー駅と IND クロスタウン線、ロングアイランドシティマイナスコートスクエア駅から、IRT、フラッシング線45番ロード、マイナスコートハウススクエア駅の間でも、改札外の理解が認められていたが、2011年6月3日より、IND の駅と IRT の駅を結ぶ、改札内連絡通路が開通したため通常の、 乗り換え駅扱いとなっている。また、この他何らかの事情により、例外が追加される場合もある。2019年4月には14丁目トンネルの修繕に伴い一時的な改札外乗り換えの特例が3つ設けられる予定である。これは、IND クロスタウン線ブロードウェイ駅と、BMT ジャマイカ線、ロリマーストリート駅間、BMT カナーシー線リボニアアベニュー駅と、 IRT ニューロッツセンジュニアスストリート駅間、そして IND クロスタウン線21丁目駅と IRT フラッシングンハンターズ、ポイントアベニュー駅間での改札外の理解が認められたものである。バスペーパーライドメトロカードを利用するバスの乗客は最初に乗車した系統及び以下の場合での乗り継ぎは不可能である。 地下鉄バス間継ぎの例外を除き地下鉄とバスの乗り継ぎは行えない。メトロカードを新しく購入する場合、盗難、紛失による再発行と期限切れのカードからの引き継ぎ用カードの購入の場合と個人販売者からの購入時を除いて必ず手数料として1ドルがカードの料金に加算される。地下鉄駅の窓口では各種メトロカードを購入することができる。ただし、 シングルライド券とエアトレイン JFK、パス用のメトロカードの購入はできない。購入する際の代金はすべて現金で支払う、必要がある。メトロカード自動券売機メトロカード自動券売機は、すべての地下鉄駅、パス駅、スタテン島、フェリーターミナル、ルーズベルトアイランドトラムウェイ駅、ローザパークスヘンプステッドトランジットセンター、エルティングビルトランジットセンター、 ラガーディア空港セントラルターミナルに設置されている。この券売機は1999年1月25日より設置され、二つの種類が存在している。一つは、標準的な支払いに、現金、クレジットカード、デビットカードが使用できるすべての地下鉄駅に設置されているタイプである。ただし、現金では9ドルまでしか釣り線を出すことができないため、 釣り線が9ドルを超過する場合も購入、残高追加こそ行えるが、超過分の釣り線は返却されない。また、自動券売機は、以前に発行した、メトロカードを回収することができる。もう一つの自動券売機は現金に対応しておらず、クレジットカードと ATM、デビットカードでの未支払いが行える小型のものである。どちらのタイプの券売機も、 タッチパネルを操作することによりすべてのメトロカード及びシングルライド券を購入することができる。また、1990年の障害を持つアメリカ人法に準拠するよう展示とヘッドホンがあり、視覚障害者でも購入が容易となるように設計されている。メトロカード販売バスメトロカード、販売版メトロカード販売版及び販売バスは、 ニューヨーク市とウェストチェスター郡の特定の場所を定期的に回り、その日の営業場所に着くと1日あるいは半日停車し、販売業務を行う。このバス及び番は、メトロカードの販売のほか、残高の追加にも対応している。番は、ニューヨーク市内国区とウェストチェスター郡で、バスはマンハッタン区、ブロンクス区、クイーンズ区、ブルックリン区の一部で営業を行っている。 メトロカード販売者は、またに大し自社のビジネスとして販売することを申請した会社、個人が販売しており、事前に、またにより確認が行われたカードの未販売が許されている。なお、この販売者からメトロカードを購入する場合は、手数料の1ドルは加算されない。また、近隣のメトロカード販売者の情報は、またのウェブサイトから確認することができる。 ロングアイランド鉄道及びメトロノース鉄道の券売機では、キップ、パス、メトロカードを組み合わせて購入することができる。また、ジャマイカ駅及びペンシルベニア駅では、エアトレイン JFK の月間パスも購入できる。なお、これらの券売機で購入したメトロカードは、プラスチック製ではなく厚い紙でできている。2007年から S89 バスサービスが始まったことにより、 ハドソン、バーゲンライトレールの月間パスとメトロカードがライトレール駅のニュージャージートランジット券売機から購入することができるようになった。2006年、マ、ま、タとニューヨークニュージャージー港湾公社は次期ストリップカードを IC カードに置き換えることを発表した。2006年7月1日、マ、ま、タは新しい非接触型 IC カードでの料金徴収の テストのため2006年12月31日までの予定で試験を開始した。なお、その後期間は2007年5月31日まで延長されている。この試験は IRT 歴ントンアベニュー戦前駅とブロンクス区、ブルックリンク、クイーンズ区の4駅で行われた。IC カードが導入されることによりそれまで必要であったカードのスライドが不必要となるため、 改札口の混雑が緩和されると予想されている。また及びその他交通機関は最終的にこの IC カードをシステム全体に導入するとしている。ありがとうございます。